お待ちください。先ほどのロストから、それもこの血影に見せてはいただけない。私の中で化け物が育ってきているのがわかる。勝てるのかな、この化け物に。逃げたくない、逃げちゃいけない。私が戦わなきゃ。罪滅ぼしにできるのなら、苦しむ人を支えてあげて、それで少しでも苦しみを和らげられるのなら、
彼女もまたもがきながら戦っていたんですね。私もあなたが一人で苦しまないように、これからもそれが私の使命なのですから。